こんにちは。歴史を動かすお役立ちイメージ。今回は土方歳三さんです。太郎さん、今回もよろしくお願いします。あずきさん、よろしくお願いします。土方歳三は新選組の副長として有名です。多摩の農家に生まれ、24歳で千年理心流に正式入門。京都では新選組の副長として手腕を発揮し、京を追われた後も幕府への忠誠を尽くし、函館五稜郭の戦いで最後を迎えます。土方歳三といえば、泣く子も黙る鬼の副長という異名もあったように、正義のためには粛清を厭わない冷酷さがあったんですね。その一方で俳句をたしなむ風流人だし、洋装や写真など新しいものが好きだったり、恋文を実家に送って自慢したり、餅の焼き方にこだわって大使に振る舞ったりなど、茶目っ気ある逸話もたくさんありますね。なぜ土方は今でも人気があるのでしょうか。粋だからだと思うんですよ。野暮じゃない。粋と野暮の違いは何でしょうか。私の中では自己承認欲求が強いかどうかではないかと。土方は周りから認められたいとか、どう見られているかは関係ない。自分がこうだと決めた道をまっすぐ突き進みました。そういう姿に粋を感じますね。具体的には、世の中の流れなど自分の生き方に何の関係があるんだ。自分は幕府方につくと決めたのだから、説義を貫き通す、というようにブレがなかったんです。また風流人で茶目っ気もあるし、なんだかんだで面倒見もいい。新選組の大使たちの人気も近藤より土方の方があったみたいです。確かに息を感じますね。太郎さんが推察した土方の行動理論もそういうことですね。土方は武士の道、つまり指導という言葉に徹底的にこだわります。新選組の決まりごとの極中法度も武士の道に背くことはダメだとある。また切腹を命じる時の理由は、武士として腹が据わっていなくてやってしまったのだから、せめて最後ぐらいは武士らしくいけ、ということなんです。武士らしくですね。先ほど世の中の流れは関係ないということでしたが、幕府方ではなく尊王派につく可能性もあったのでしょうか。そうでしょうね。たまたま近藤勇や紫衛官の仲間と出会い、幕府に武士として取り立ててもらった。彼らを尊王派に組み入れようという陰謀もありましたが、幕府を守るために武士になったのだから、今更そっち側には行かないと固辞した。その時に身柄を預かってくれたのが会津藩の松平容保公です。ですから余計に幕府への恩義は忘れない。説義を尽くそうと決めたのだと思います。たまたま縁が重なって武士になったのなら、元は武士になりたいと思っていたわけでもないんですか。武士になりたいとは少年の頃から言っていたようです。黒船が来るか来ないかの時代で、武士の存在意義が曖昧な頃ですよね。なぜなりたかったのでしょうか。原体験が何かは分かりません。でも名を挙げるなら武士だと思っていたようです。黒船が来て江戸でその動きを感じて、だんだん強い思いに変わったのだと思います。近藤勇や紫衛官の仲間の影響も大きかった。
その可能性もありますよね。なりたかった武士になれた以上は、たとえ幕府方に勝ち目がないことが分かっていても、節義を尽くすということですね。はい。幕府を捨て、勝ち馬に乗るのが、世間一般的には当たり前だとしても、それは指導じゃない。勝ち負けは問題ではなく、この道で生きると決めて貫くことが尊いことだ、ということですね。武士に憧れて、武士になった人が、武士を貫いて最後を迎えた。もう本当に、それだけの人？はい。それだけですね。すごいですね。では、そろそろ。土方のお役立ちイメージについてですが。身近な人には親切だし、一旦節義を尽くすと決めたら、貫き通すという点では、お役立ちの源泉はありますよね。ですが、社会をより良くという点は、あまり感じられないですね。そこが、近藤と違うところです。近藤は、日本を良くするために、思想の勉強もしたし、新選組のトップとして、いろいろ動いて、影響を与えたと思います。そうですよね。近藤は、多少なりとも国を動かす力になったけど、こう言ったら身も蓋もないんですが、土方の場合は、いてもいなくても、日本は変わらなかったのかな、と感じました。そうですね。自分が、武士として強くありたいだけだと思います。結論ですが、土方は、お役立ち道ではなく、指導を貫いた。でも、皮肉なことに、今の時代、心を動かしてるのは、土方の方だという。なんか、面白いですね。こういう生き方が好きな、私みたいな人が一定割合いるんですよ。憧れますよ。図らずも、後世の人たちに、すごく影響を与えて、役に立っているという。素敵ですね。今回もありがとうございました。ありがとうございました。らしさでつながり、みんなで役立つ。